IU は韓国の女性歌手、女優。芸名は I と U の構成語で、あなたと私が音楽で一つになるという意味が込められている。身長161.8センチメートル、体重44キログラム。俳優として活動するときは本名を使用する。2006年、中学1年の体育の授業でおしゃべりした罰として、クラスメートの前で、チュヒョンミの 片思いを歌った。歌を聴いた体育の先生は体育大会開幕舞台に出ることを勧め、実際にガミーの友達になることはなかったを歌った。これをきっかけに自分が歌手体質、舞台体質であることを知ることとなる。そして歌手になるという決意を固め、本格的にデビューを目指すようになる。芸能事務所のオーディションを受け始め、1年間で20回、 以上のオーディションに参加するが、いずれも不合格。JYP エンターテインメントの公開採用オーディションにも参加したが、一時オーディションで不合格となった。また、オーディション詐欺にあったこともあった。グッドエンターテインメントで、ユイなどと一緒にガールズグループ、ご少女のメンバー候補として、短期間ではあるが、練習生生活を送った。2007年10月、 現所属事務所で当時設立2年目だったローエンの作詞家兼プロデューサーであるチェガプーンの目に留まり、ローエンエンターテインメントのオーディションに合格する。IU は音色が良く感覚が優れているという評価と、チェガプーンがプロデュースしていた歌手ハドン・ギュンやガミーから全面的な指示を受けた。10ヶ月間の練習生生活を経て、2008年9月に15歳という年齢で、 正式デビューすることとなった。IU がガールズグループでデビューしなかった理由として、IU の声は弾むため、他の人との調和をなすことが難しいという所属事務所の判断であった。ブーを披露する IU2008 年9月18日、デネット M カウントダウンのデビューステージに立った。9月23日、ファーストミニアルバム、ロストファウンドをリリース。 悲しいバラードを歌う、子供女性歌手というコンセプトでデビューしたが、当時の女性アイドルグループ流行に隠れ、あまり関心を受けず、静かな湖のような穏やかな反応を得た。2009年4月23日、ファーストフルアルバム、グローイングアップをリリース。IU の若々しさや明るいイメージを打ち出し、アイドルコンセプトに切り替えた、ダンス曲、ブーヤ、の活動を行った。 当時流行していた MR 除去で IU のズバ抜けた歌唱力がリアルタイム検索後で1位になるなど大衆に名前を知らせ歌唱力を認められるようになった。さらに KBS、ユヒオルのスケッチブックなどに出演し少女時代、スーパージュニア、シャイニーといったアイドルたちのヒット曲をアコースティックバージョンにアレンジしてギターで弾き語り、 音楽的才能の高さで知名度を上げた。11月12日、セカンドミニアルバム IU IM をリリースは各種音源サイトでデビューから初めて10位圏内に入る成績を収めた。2010年4月、韓国の放送3社のラジオ番組で5本のレギュラー出演をこなし、デュエット曲やドラマの OST といったデジタルシングルを次々と発売。 6月に発売したスローンと歌ったはデビュー後初めて音楽番組で1位を獲得。7月には SBS、豪快ガールズのレギュラーに抜擢された。同年12月9日、サードミニアルバム、リアルをリリース。は、すべての音源サイトで1位を占め、音楽番組でも1位を獲得。ミュージックバンクでは5週連続で1位を獲得。 2011年韓国年間総合音楽チャートで1位になり、自身の大ヒット曲となった。こうして、韓国内の女性ソロ歌手としての独自の地位を確立し、国民の妹と呼ばれるようになった。2011年1月、俳優ペ・ヨンジュンとプロデューサー兼歌手のパック・ジニョンが共同制作したドラマ、ドリームハイに出演し、挿入歌、サムデイを歌った。 2月16日、サード、プラスミニアルバム、リアルをリリース。3月には、SBS、人気歌謡の MC に抜擢。5月には、自身初の自作曲、がドラマ、最高の愛から恋は、ドゥグンドゥグンの OST に起用された。11月29日、韓国で、セカンドフルアルバム、ラストファンタジーがリリース。は、ミュージックバンクで6週連続1位を獲得。 また、EMI Music Japan と契約を結び、日本進出が発表された。12月14日、日本プレデビューミニアルバム、IU を発売。ソウルで公演する、IU2012 年1月24日、渋谷、オーチャードホールにて、初のショーケースライブを開催。同年3月21日、日本デビューシングル、Good Day を発売。 オリコンシングルチャートで6位を獲得。同年4月から5月にかけて、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の5都市で、IU フレンドシップショーケーススプリング2012を開催。同年5月11日、韓国でシングルをリリース。ツアー準備のため放送活動は行わず、イタリアのベニスとブラーノで撮影した約26分の、 ドキュメンタリーフィルムを公開した。また、はガオンデジタルチャートで2週間、アメリカビルボード系、ポップホット100で4週間連続1位を記録。6月、韓国で初の単独コンサートツアー、リアルファンタジーを開催。7月18日、日本セカンドシングル、You and I をリリース。オリコンシングルチャートで5位を獲得。 活発に日本でのイベントやテレビ番組にも出演した。9月17日、東京国際フォーラムにて一よ限りのコンサート、IU フレンドシップスペシャルコンセールオータム2012を開催。安全地帯のフレンドや夏目友人調の主題歌であるコーリンの愛してるをカバーしたことで音源化してほしいというファンの要望に応えて後日、ライブ音源が デジタルシングルとして配信された。2013年3月、KBS 週末ドラマ、最高です。スンシンちゃんで主演に抜擢。3月20日、日本ファーストミニアルバム、Can You Hear Me をリリース。同アルバムの収録曲、Beautiful, d a n c e r と、Truth の2曲を、ジミージャムテリー・ルイスがプロデュースした。彼らは IU について、 ジャネット・ジャクソンと同じインスピレーションを感じたとして、IU の歌声に惚れ込み、楽曲提供が実現した。3月には、東京。5月には、大阪と名古屋で、初のファンミーティングを開催。7月28日、SBS、人気歌謡の MC を卒業。9月11日、日本サードシングル、Monday Afternoon をリリース。同年に、日本で、 シングル曲を含めたフルアルバムの発売が予定されていたが、現在も発売未定となったままである。10月7日、サードフルアルバム、モダンタイムズをリリース。をはじめとするアルバム全収録曲が各音源サイトで1位から13位まで埋め尽くすなど、話題となった。ビルボードはこのアルバムを、クリスティーナ・アギレラのバックトゥベーシックレコードに、 現代風にアレンジした先祖帰りのバイブを特徴とするアルバムであり、IU は典型的な20歳を遥かに超える音楽的感性を持っていることを証明した。11月、KBS ドラマ、綺麗な男に出演。単独コンサート、モダンタイムズを開催。12月20日、2曲の新曲を加えた、リパッケージアルバム、モダンタイムズエピローグをリリース。 メロンミュージックアワーズ20144月8日、ハインのデビュー曲、サラン2、作詞家、ボーカリストとして参加し、ガオンデジタルチャートとビルボード、コリア K-POP ホット1 0 0で1位を獲得。5月16日、リメイクアルバム、話しおりをリリース。1984年発売トラックのリメイクでのキムチャンンとのコラボレーションが話題を呼んだ。 5月22日から6月1日まで小規模、ソロコンサートたった一歩、その分だけ、モットーを開催。6月には、綺麗な男日本初放送記念として、来日イベントを開催。8月10日、ロサンゼルスで開催された、ケイコンに出演。10月2日、ソテジの楽曲を IU が歌った、がリリースされ、音源配信チャートを総なめにした。 10月31日、ユンヒョンさんのデビュー曲に、ボーカリストとして参加。11月、メロンミュージックアワーズ2014で、今年のアーティスト賞を、ネット、アジアミュージックアワーズ2014では、最優秀女性歌手賞と最高人気ボーカリスト賞を受賞した。この1年間、リメイクアルバム、話しよりと様々なアーティストとのコラボレーションを通じて、 多くの楽曲が愛された。IU は今年は本当に驚くべき年だった。怖いなと思うほど感謝する一年だった。と、この一年を振り返っている。2014年からソニーコリアのオーディオブランド専属モデルを務めており、これまでにヘッドホンのラインナップであるヒアシリーズや 1000X シリーズなどソニーのオーディオ製品の広告に出演している。 ソニーコリアの関係者は、大衆性と実力を兼ね備えた、韓国代表ミュージシャンである IU と共にできて、嬉しく思っており、大きなシナジーを期待している IU と共に、様々なブランドキャンペーンを通して、消費者に最高のサウンドと感性を伝達したいと述べている。24ステップス5月、KBS ドラマ、プロデューサーに歌手シンディアクで出演し、5月18日、 IU 自身が作詞した挿入歌がデジタルシングルとしてリリースされた。ドラマ、プロデューサーを通じて中国での IU の人気は急上昇し、中国企業からいくつかのプロジェクトのオファーを受け取ったと伝えられている。7月、MBC バラエティ、無限に挑戦歌謡祭に出演した。 番組内でパクミョンスと共に制作した楽曲は8月22日にリリースされ、韓国すべての音源チャートで1位を獲得した。10月23日、ホースミニアルバム、チャットシレをリリース、を含むアルバムの楽曲がいくつかの音源チャートでトップになった。しかし音楽チャートでの成功にもかかわらず、アルバムは、 ゼゼの歌詞とボーナストラックに収録された23で使用されたオーディオサンプルのために論争の的となった。11月から12月まで韓国内のコンサートツアーチャットシレを開催。ツアーの最中にもかかわらず海外でのプロモーション活動を増やし、香港、上海、北京、台北、東京を含むご都市でファンミーティングを開催。2016年、 SBS ドラマ、霊花萌えゆる8人の巫女たちからデフェス役に抜擢。同作品は、一段と高める優れた映像美を事前制作で完成度まで最高に引き上げるという計画の上、撮影を行い、2016年9月より放送開始した。7月には大規模な中国ツアーを開催。12月3日と4日の2日間、ソウルで単独コンサート24ステップス。 ワン、ツー、スリー、フォ4を開催。その後、香港と台北でも開催された。メロンミュージックアワーズ20174月21日、4枚目のフルアルバムパレットをリリースし、アルバム内の楽曲を作詞及びプロデューサーを務めた。先行配信されたは2017年のヒット曲になり、第32回ゴールデンディスクアワードでデジタル音源部門大賞を受賞した。 アルバム、パレットは高く評価され、第15回韓国大衆音楽賞、最優秀、ポップアルバム賞、2017メロンミュージックアワーズ、今年のアルバム賞、第27回ソウルミュージックアワード、ベストアルバム賞、また、IU 自身が、ネットアジアンミュージックアワーズで、最優秀女性歌手賞を受賞した。さらに2017メロンミュージックアワーズ、ベストソングライター賞、 第7回がオンチャートミュージックアワード、今年の作詞歌唱、今年のアルバム制作賞を受賞した。ビルボード氏は2017年のベスト K-POP ソングに、ニューヨークタイムズ氏は音楽がどこへ行くのかを教えてくれる25曲に、を掲載した。6月には JTBC、ヒョの民宿で民宿スタッフとして出演。9月22日、セカンドリメイクアルバム、 話折にをリリース。11月から12月にかけて、韓国の4都市と香港で、コンサートツアーパレットを開催。IU は、今回のツアーはスタッフたちと本当に、たくさんの意見を交わし、今までの公演の中でも一番楽しく準備したと、話し、いろいろな面で満足な公演だったと評価した。IU は、デビュー10周年を迎えた。9月15日に開催したデビュー10周年。 記念ファンミーティング IU において10年という歳月が最初はあまりにもほど遠く感じられたけど今は特別なものでないのかもしれないと思う2倍3倍もっと頑張っていけそうだと IU は10周年を迎えた自身の気持ちを述べたまたユエナに対して IU は私をいつも寂しくなく誇り高く応援してくれるゆえなのみんなにとても感謝している これからもっと多くの時間を共にしながら、いい思い出を作って幸せになってほしいと心からの感謝を伝えた。3月、TVN ドラマ、私のおじさんでイジアン役で主演を務めた。この作品での IU の演技力は多方面から評価されている。10月10日、デビュー10周年記念デジタルシングル、ピピをリリース。音楽番組では、出演なしにもかかわらず1位を獲得。 10月末から12月まで韓国内及びアジア7つの都市で大規模なコンサートツアーダルルマを開催。12月16日パレットのミュージックビデオがデビュー以来初めて再生回数が1億回突破をした。がダルルマカーテンコール1月5日10周年ツアーダルルマのフィナーレを飾るチェジュ島での単独コンサートを開催した。IU は10年間 私が IU という名前の意味通りに生きていると思う。あなたと私が一つになるという感覚を感じさせてくださったすべての人に感謝したいと話した。4月にはイギョンミ、イム・ピルソン、チョン・ゴーオン、キム・ジョン・グアンら4人の監督が IU をそれぞれの視線で描いた4本の短編映画で構成されたネットフリックスオリジナル作品、ペルソナの主演を務めた。7月には TVN ドラマ、 ホテルでルーナ月明かりの恋人でチャンマンウォール役に抜擢。11月18日、フィフスミニアルバム、ラブ・ポエムをリリース。11月2日から12月まで、韓国内をおよび、台北、シンガポール、マニラ、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタといったアジア6都市で、コンサートツアー、ラブ・ポエムを開催。韓国国内外を合わせて、 約9万人の観客を動員した。韓国はもちろん海外でも全席完売となり、グローバルアーティストとして認められた。またソウル公演では、韓国の女性ソロアーティストとして、初めての360度公演を披露した。1月6日、2008年のデビュー時から共にしてきた、マネージャーロペ・ジョンハン氏が、新たに設立したイーダムエンターテインメントと専属契約を締結した。 さらにこれまでココムで、アで IU と共に働いてきた他のスタッフたちもイーダム・エンターテインメントに移籍し IU と共に新しい出発を迎えた映画ドリームの出演が決定し国家代表チームのドキュメンタリー番組を制作する放送局のプロデューサーのイソミン役を演じる2月にはグッチの韓国アンバサダーに就任2月15日ドラマ 愛の不時着の OST に参加し、をリリース。3月4日、2年ぶりに、ハイト人ジンロ、チャミスルの広告モデルに再起用され、幅広い層から愛され、知名度と代表性を兼ね備えている IU ならではの、清らかなイメージが評価された。5月6日、デジタルシングル、をリリース。BTS の姿のコラボレーションということでリリース。 前から世界中のファンから注目が集まった。韓国内の主要音源チャート1位を総なめし、iTunes のワールドワイドソングチャートのトップにランクし、アメリカをはじめとする世界59地域でトップソングチャート1位を記録した。日本においてもツイッターのトレンドに IU ちゃんた関連ワードが多数入り、iTunes トップソングチャート2位を5月7日付の オリコンデイリーデジタルシングルランキングでは4位を記録するなど、世界中のファンから好評が寄せられた。9月18日、デビュー12周年を記念して、KBS、夕日よりのスケッチブックで特集、IU、Good Day を放送。11月6日のミュージックビデオの再生回数が公開から6ヶ月という最短記録での1億回突破となった。1月9日、 第35回ゴールデンディスクアワードのデジタル音源部門で大賞を受賞。同受賞式では3年ぶりの大賞獲得となった。1月27日、フィフスフルアルバムの発売を控えて、セレブリティが先行配信。韓国主要各音楽チャートで1位を獲得することは、もちろん iTunes ソングチャートでも6カ国で1位を獲得するなど人気を証明した。 2月1日、これ枝広和監督の韓国映画、ブローカーに出演することが発表。3月25日、フィフスフルアルバム、ライラックをリリース。KBS2、ミュージックバンクと SBS、人気歌謡は4年ぶり、MBC、ショー。音楽の中心は8年ぶりに出演し、音楽番組を通じて活動を行った。2019年12月、 アメリカの経済誌フォーブスが選んだ今年のアジアキフ英雄30人に選ばれ IU が今年最年少のアジアキフスターに選ばれたと伝えた2015年ファッション雑誌セシーのインタビューにて IU は事前活動に関するお金と自身の幸せについて以前より稼げるようになったがその分支出も多くなりお金の価値をなくしていっているように思えた 10万ウォンがあるだけで助かった時期もあったが、今はもっと大きなお金に鈍感になっている自分を見ると幸せになる時間を奪われているような気がする。十分に考えた末、今以上の財産は不要という結論に至ったと語っている。フルアルバム、編集ミニアルバム、編集リメイクアルバムシングル、編集デジタルシングル、編集参加楽曲 OST その他未発売曲、映像作品、 編集ミュージックビデオミニアルバム、編集シングル、編集デジタルシングル、編集映像作品、編集タイアップミュージックビデオボーカリストとしてだけで、なく、IU は作詞、作曲とも積極的に行っており、シンガーソングライターとしての面謀も現れている。また、2015年のチャットシーレ以来アルバムプロデュースも手掛けている。自作曲単独作詞、共同作詞、共同作曲作詞。 提供ゲスト出演番組短編作品。IU Conceal ツアー二2 0 1 9ブポエム二千十年2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年,年、2019年、2020年、2021年。ソニー新製品発売イベント。韓国日本中国第32回。ゴールデンディスクアワード7周年ファンミーティング。 ありがとうございます。